羽生譲ゆずる12月7日隊は、宮城県仙台市泉区出身のフィギュアスケート選手。全日本空 UANA 所属。早稲田大学卒業。主な表彰は、2018年国民栄誉賞、最年賞受賞者。2020年 ISU アワード初代最優秀選手賞受賞。2014年2018年四上報彰。主な戦績は、 2014年ソチ五輪、2018年ピョンチャン、五輪に大会連続オリンピック金メダリスト。2020年主要国際大会六冠全制覇を、果たし、スーパースラムゴールデンスラム。2014.2017年世界選手権各優勝 2013. 20。2013.20142015.2016年、グランプリファイナル4連覇。 2012から2015年2020年全日本選手権通算5回優勝。世界ランキングは2013、14から2017、18年まで5シーズン連続1位。主な記録は2016年オータムクラシックのショートプログラムにおいて ISU 公認の大会で史上初の4回転ループに成功。 ISU ジャッジングシステムのもとに開催された国際大会において史上初めてショートプログラムで100点フリースケーティングで200点トータルスコアで300点超えを達成した男子選手プラス3マイナス3超えシステム時代におけるショートプログラムで112.72点フリースケーティングで223.20点トータルスコア330.43点の世界 記録保持者。2019から20シーズンの終了時までに世界記録を通算19回更新している。1994年12月7日、宮城県仙台市泉区に生まれる。名前は弓の弦を結ぶように凛とした生き方をしてほしいと父が命名した。高野森幼稚園、仙台市立七木忠小学校、七木忠中学校。 東北高校、早稲田大学人間科学部卒業、卒業論文は、学術誌に掲載されている、2020年早稲田大学、交友会と魂賞を呼び、小野あずさ記年賞を受賞。血液型は B 型。羽生譲る、サイン2歳の頃から、ズダの持病があり、スケートを始めた、当初の目的の一つは、全足を克服することにあった。15歳の時に、 全足の持病がありながら、五輪金メダリストになった、清水博康に会う機会があり、スケートを続けていくための助言を得た経験がある。肺を大きく開いて、息を吸い込むことができないため、特に10代の頃は、体力や持久力の面で劣ると指摘されてきたが、投薬治療や吸入薬、針治療、気道を開く手術、移動時や練習時にマスクを着用することで、 心肺機能を上げるなどの対策を続け、体力面の範では大幅に改善された。しかし感知したわけではなく、特に練習拠点をカナダに移してからは、環境の変化により激しい発作に襲われることが増え、現在も発作を起こすと明かしている。演技前に必ず行う、胸の前で十字を切るような動作は、実際には死の形を描いており、 ジャンプの回転軸と両肩を平行に保つ意識を確認するためのおまじないである。2015年11月以降から両手で点を仰ぐような動作を最後に加えるようになった。影響を受けた選手としてエフゲニー・プルシェンコ、ジョニー・ウィアー、ステファン・ランビエール、ハビエル・フェルナンデス、ディック・バトンを挙げている。特に2002年ソルトレーク・シティ・五輪でのプルシェンコの 演技を見て浸水し、技の手本とするにとどまらず、彼のマッシュルームカットまで真似した時期もある。彼の得意技であった、ビールマンスピンをプログラムに取り入れリスペクトを示して、きたが、2018から2019シーズンには、ミジンスキーに捧ぐへのトリビュートとなる、プログラム、オリジンに自ら挑んでいる。これに対し、プルシェンコも、ハブを称賛する言葉を、た々述べている。 2015年の NHK 杯で3つの世界記録を更新した翌日のインタビューでも理想とする王者像はプルシェンコであり彼のような存在になれるように努力していきたいと述べている2015年世界選手権公式練習2011年 GP シリーズビールマンスピンジャンプスピンステップの全方位に引い出たオールラウンダーであるジャンプは 準備動作が少なくても直ちに飛ぶことができるのが特徴で、踏切から着氷後の流れまで美しく飛び幅があり、5位加点を得るための8つの評価要素をすべて満たしている質の高さが特徴。このためクリーンに飛ぶと、5位満点となる3点、または満点に近い高い加点を獲得する。試合では4種類の4回転ジャンプを飛ぶが、最大の武器は、 確実に加点のつくトリプルアクセルである。質の高さに加え、踏切直前にカウンターと呼ばれる難しいターンを行ったり、両足のつま先を外側に向けたスプレッドイーグルから踏切、着氷後にすぐイーグルに戻ったりなど、ジャンプへの入り方や出方の難度の高さなどからも常に2から3点の声がつき、トリプルアクセルだけで確実に11点以上を稼ぐ。 特に基礎点が1.1倍となる演技後半に組み込んだトリプルアクセルからの連続ジャンプは滅多にミスをしないことからも4回転以上の強力な得点源となっている。このように基礎点の高い高難度のジャンプ構成を成立させた上で各要素を確実に高い質で決めることから高い声評価を獲得する。この完成度の高さがハブの強さである。 例として、世界記録を塗り替えた2015年、グランプリファイナルでは20.18点の加点を獲得している。2018年ピョンチャンオリンピック五輪に連覇、エキシビション、ハイドロブレーディングスピンの技術も高く、完璧にレベルを満たせばこちらも高い加点を獲得する。元々のスピンの速さとポジションの美しさに加え、回転しながら、 指先や腕などを動かすことでオリジナリティを出し、プログラムの構成難易度を上げる工夫を行っている。特に、柔軟性の高さを生かした、ビールマンスピンや、ドーナツスピンなどを積極的に演技に取り入れている。ハイドロブレーディング、稲葉ガーも得意で、多くのプログラムに入れている。試合では4種類の4回転ジャンプをプログラムに、組み込んでいる。4回転ループは、 アイスショーやエキシビションのフィナーレなどで飛んでいたが、2016から2017、シーズンより競技に取り入れている。2016年9月30日に、モントリオールで開催された、オータムクラシックのショートプログラムにおいて、国際スケート連盟公式の国際大会史上、初めてクリーンに成功させた。4回転ルッツは公式練習でも着氷していたが、2017年、 ロステレコムハイのフリーよりプログラムに組み込み、公式戦初挑戦で成功させた。公式練習では4回転フリップにも挑戦しているが、こちらは試合に組み込む意向を示したことはない。4回転アクセルについては、幼い頃に従事していた、鈴木翔一郎コーチからも、アクセルは王様のジャンプと教わった経験や、自身が、 アクセルジャンプを得意としていることからも思い入れが深く、将来的には必ず4回転アクセルを飛びたいと常に語っている。ピョンチャン五輪後の挑戦を示唆していたが、2018から2019シーズンより実戦への投入を目標に練習中である。4回転の連続ジャンプにも挑戦しており、2017年国別対抗戦のフリーでは、 4回転トーループ1回転ループマイナス3回転サルコーの3連続ジャンプを初めて成功させた。2018年フィンランド杯のフリーではこちらも史上初となる4回転トーループマイナストリプルアクセルのコンビネーションを成功させている。ブライアン・オーサーと地元仙台市で長年安倍七海から指導を受ける。2012年よりブライアン・オーサーに指示。 トロントのトロントクリケットスケーティングカーリングクラブに所属し、オーサーをチームリーダーとするチームオーサーによる指導を受けている。ジャンプ担当はジスランブリアン。スケーティング担当はトレイシー・ウィルソン。スピン担当コーチはページ・アイストロップ。ショート振付師はジェフリー・バトル。フリー振付師はシェイリン・ボーン。エキシビション振付師はデビッド・ウィルソン。その他、 宮本賢治など、安倍七海コーチと2010年スケート靴の調整は、中学生の頃から仙台市に工房を構える元コーチ安倍七海の夫の吉田俊信が担当している。カナダに練習拠点を移して、以降も小包みで送るか、帰国時に持ち込んで調整を依頼しており、工房でもハブ専用の研磨機を用意して対応している。 コナミスポーツクラブ戦のリンクで1999年に佐野ミノルが開催した子供スケート教室に姉が通い始め、この姉の影響によりハブも4歳でスケートを始めた。同じ大英系列の新松戸アイスアリーナが2002年1月に閉鎖になると、同アリーナを指導していた鈴木翔一郎が仙台に移り、小学2年から小学6年まで指導を受けることとなる。 続きに、個人指導を受けるようになったのは、小学3年からだが、友達と遊びたい時期に練習ばかりがハードになって、いったため、この時はスケートが嫌になり、野球をやりたいとも言い出した。しかし、好きで始めたことに屈したくないと練習を続け、翌2004年10月に初出場した、全日本ノービスで優勝。9歳で、初めて金メダルを獲得した。 また12月、自身初めて国際大会に出場、フィンランドのタンペレで開催された大会に出場し、ノービスで優勝10歳で国際大会の金メダルを初めて獲得している。優勝した直後の2004年12月にホームリンクが経営難で閉鎖したため、勝山スケーティングクラブ勝山スケーティングクラブに練習拠点を移した。 勝山は七北田省から道なりに約6キロを離れており、貸し切り時間もあまり取れず練習時間は一気に減った。リンクメイトの少年たちも何人も辞めていき、この時期に伸び悩むこととなり、2005年はノービス B で2位、2006年はノービス A で3位となる。続きは旧東神奈川スケートリンクへ移籍となり、ハブとは離れ離れになった。 2007年3月、閉鎖されたかつてのホームリンクが、アイスリンク仙台として、営業を再開すると、ハブも、練習拠点をドリンクに戻した。2007から2008シーズン、全日本ノービスで優勝。まだノービスの選手ながら全日本ジュニア選手権で3位となる。ノービスの選手が全日本ジュニア選手権の表彰台に上がるのは、日本男子史上初。 2008から2009シーズンからジュニアに上がり、ISU ジュニアグランプリに参戦。全日本ジュニア選手権で、初優勝を果たし、初出場となった全日本選手権では、出場選手中最年少ながら8位に入る、全国中学校スケート大会で優勝。世界ジュニア選手権でも、大会最年少ながら12位となった。2009年ジュニア GPF。 金メダル獲得14歳2009から2010シーズン初戦の JGP トルーン坂月で JGP 初優勝。続くクロアチア杯でも優勝し、JGP ファイナルでは史上最年少で総合優勝を果たした。全日本ジュニア選手権では2連覇を達成し、全日本選手権ではショートプログラム13位から、 フリースケーティングの演技後半に3回転アクセルマイナス3回転トーループに回転トーループのコンビネーションジャンプを決めるなどして追い上げ総合6位となった世界ジュニア選手権ではフリースケーティングで大幅にパーソナルベストを更新して優勝2010年世界ジュニア選手権金メダル獲得日本人男子としては初の中学生で 高橋大輔、小田信成、小塚孝彦に続く4人目の世界ジュニアチャンピオンになった。2010年4月、私立東北高校に進学。2010年、GPSNHK 杯よりこのシーズン2011年、4大陸選手権、準優勝2010から2011シーズン、シニアデビュー戦となった ISU グランプリシリーズの NHK 杯で、 フリースケーティングで自身初となる4回転トーループを成功させ4位に入賞。出場3回目の全日本選手権では4位となり、4大陸選手権の代表に選出された。2011年2月に開催された4大陸選手権では、ショート、フリーともに自己ベストを更新する演技で、初出場で銀メダルを獲得。男子選手としては4。 大陸選手権史上最年少のメダリストとなった。3月4日に宮城県知事を表敬訪問、同日仙台市役所を訪問し4大陸選手権の結果を報告した。3月7日には東北高校の総公会にて4大陸選手権銀メダルの報告をした。東日本大震災3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生。 地震発生時は仙台市のアイスリンク仙台で先輩スケーターと貸し切り状態で練習中であり四つんばいでスケート靴を履いたまま外へ避難した。ハブ本人や家族、安倍コーチやリンクメイトは無事であったが、同リンクは被災して営業休止になり、自宅も大きな被害を受けたため避難所で4日間過ごした。3月12日には、 ベガルタ仙台のホーム開幕戦のハーフタイムに4、大陸選手権銀メダルの報告会と、花束贈呈が行われる予定だったが、試合とともにすべて中止となった。震災で多くの死者、行方不明者が発生し、大勢の避難者が避難所生活をしているさなか、もうスケートなんてやってる場合じゃないと、毎日考えていたが、自身が在学する東北高校野球部が、 避難所でボランティアをしながら、第83回選抜高等学校野球大会に出場し、3月28日の初戦を全力で戦っている姿をテレビで見て、スケートへの意欲を取り戻した。ハブの練習場所を心配し、すぐに浜田義恵と田村学徒が安倍コーチに連絡してきたが、かつて支持した鈴木コーチがいる旧、東神奈川スケートリンクで、 地震から10日後に練習を再開した。兵庫県南部地震の41日前に生まれたハブは、4月9日に、開催された兵庫県スケート連盟主催、東日本大震災チャリティー演技会復興の街、神戸からに招待され、東北高校の先輩の田村、本田荒川らと演技を披露した。震災を経て、ツイッターですぐにメッセージを送ったジョニー・ウィアーラや、 ファンからの手紙、ハブの現状を伝えるメディアなど、様々な支えにより生きていることを痛感し、目標を掲げて、上を目指していくしか、自分にできることはない。そのために、精一杯、やれることは、全部やっていこうと決心。4月からは、テクノルアイスパークアライダーを仮の拠点とし、復興支援目的のアイスショーへ多数出演して、各地を転々としながら、 練習を続けた。7月24日、アイリーインク仙台が営業を再開したため、ハブも拠点を戻した。2012年世界選手権初出場、銅メダル獲得9月には、ネーベルホルン杯に出場し、シニアクラスの国際大会では、初の優勝を果たす。ISU グランプリシリーズでは、中国杯で4位に終わるも、続く、ロステレコム杯で、 グランプリシリーズ初優勝を果たし、ISU グランプリファイナル進出を決める。初の ISU グランプリファイナルでは、総合得点で、パーソナルベストを更新するが、1.73点の僅差で、表彰台に届かず4位となる。全日本選手権では、ショートプログラムで4位と出遅れたが、フリースケーティングで1位となり、総合3位、これにより、 自身初となる世界選手権代表に選出された。2012年世界選手権 EX ホワイトレジェンド世界選手権のショートでは7位発進と出遅れる。しかしフリーでは中盤つなぎの部分で突然転倒するアクシデントを起こしながらもエレメンツはパーフェクトにまとめて巻き返し2位まで追い上げる。この結果総合で3位に入り初出場で 銅メダルを獲得。特に技術要素点では、パトリック・チャニや高橋大輔らを上回る、同大会最高の点数をマークした。17歳3ヶ月で、ワールドメダリストとなったが、これは、日本男子史上における、最年少記録となっている。2012年 GP ファイナルよりこのシーズン、SP。 WR2 度更新2012年の4月にコーチをブライアン・オーサーに変更。夏からはオーサーの指導拠点となるクリケットクラブがあるカナダトロントに渡り練習を開始した。ハブ自身はオーサーの指示を決めた理由として同じくオーサーの指導を受けることで4回転ジャンプの精度が上がったハビエル・フェルナンデスに着目し、 自分の最大の武器である4回転が安定すれば、スケーティングや表現力など、他の部分も上達するチャンスが出てくると考えましたと語っている。フィンランディア杯ではフリーで、トゥループとサルコーの2種類の4回転ジャンプを成功させ優勝。グランプリシリーズでは、初戦のスケートアメリカ、地元、宮城県で開催された第2戦の NHK 杯と、 2戦続けてショートプログラムで歴代最高得点を更新 GP ファイナルでは2位となる全日本選手権では初優勝を果たした4大陸選手権ではショートプログラムでは1位だったもののフリーでは4回転サルコーが2回転に3回転ルッツが1回転になるミスがあり3位総合得点では2位になったしかし世界選手権では 2月からの体調不良と左膝の故障の影響から SP では制裁を書き、9位と出遅れた。さらに、フリーの公式練習で右足首を故障したが、満身創痍で臨んだフリーでは3位となり、総合では日本男子最高の4位に入った。左膝の故障のため、2013年世界、フィギュアスケート国別対抗戦は辞退した。 2013年4月に、早稲田大学に進学した。2013年 GP ファイナル初優勝。金メダル獲得2013から2014シーズンを前に、2013年7月1日に、全日本空輸と所属契約した。シーズンインすると、フィンランディアハイで2年連続の優勝。2013年スケートカナダエキシビション。 悲ースケートカナダとエリック・ボンパールハイは共にパトリック・ちゃんに次ぐに、福岡市で開催された2013年 GP ファイナルではショートプログラムの歴代最高得点を更新。フリーでは自己ベストを大幅に更新し、総合1位で GP ファイナル初優勝を果たす。続く全日本選手権では2連覇を達成し、オリンピック代表に初選出された。 ソチオリンピック金メダル2014年ソチオリンピック日本男子シングル史上初金メダル獲得2014年2月ロシアで開催のソチオリンピックでは団体戦のショートプログラム1位となるが日本は5位に終わった男子シングル個人種目ではショートプログラムのパリの散歩道で101.45点をマーク 公式大会世界最高得点かつ、史上初の100点超えを達成し、首位に立った。しかしフリースケーティングでは、冒頭の4回転サルコーで点灯、直後の4回転トーループは成功したものの、3回転フリップで、再び着氷に失敗。演技後半の3回転アクセルからのコンビネーションは2回とも成功させたが、3回転、ルッツ1回転ループの直後、 三回転サルコーが認定されないなど不本意な演技となり自己ベストにはほど遠い178.64点にとどまったフリー演技終了直後のインタビューでは全然動かなかった6分間練習から焦っていたはっきり言って自分の演技に満足していない終わった後は金メダルはダメかなと思ったと語っていた SP で位につけていたパトリックちゃんは ハブの直後に滑走。冒頭4回転から3回転トーループのコンビネーションを成功させるも、その後は単独の4回転トーループと3回転アクセルで手をつき、さらに終盤の2回転アクセルでもバランスを崩すなどの着氷ミスが続き、ハブのフリーの得点を上回れず銀メダルに終わった。その後に滑走した2選手もメダル圏内には及ばず、結果ハブは、 フィギュアスケート男子シングルの種目においてアジア人初となる東京オリンピックでの金メダルを獲得した2014年ソチオリンピック日本男子シングル史上初金メダル獲得2014年2月14日時点でハブは19歳65日という年齢でありフィギュアスケート男子シングルの金メダリストとしてはディックバトンが1948年の サンモリッツオリンピックで優勝した、サイの18歳202日に次ぐ、史上2番目の年少記録となり、66年ぶり2人目の10代での、金メダリストになった。さらにオリンピック初出場で、金メダルを獲得したのは、ウルリヒサルコー、イリアクユーリックに次いで、史上3人目。ソチオリンピックでは、日本人唯一の優勝、また平成生まれの日本人として、 史上初の夏季、冬季を通して、五輪の金メダル獲得となり、さらに、日本選手で過去冬季五輪の金メダル獲得は、記念すべき10個目となった。表彰後のインタビューでは、シカゴトリビューンの記者フィリップ・ハーシュから、東日本大震災についての質問を受け、金メダルを取ったからといって、復興に、直接つながるわけではない。自分には何もできていないんだという無力感がある。 でも、金メダリストになれたからこそ、これをスタートとして、復興のためにできることがあるんじゃないかと今は思っていますと回答し、故郷への感謝を述べた。この質問をしたハーシュは、僕にとって、ソチ五輪で最も忘れられない瞬間は、誰かが成したことではなく日本の羽生ゆずが言ったことだ、とツイートし、19歳とは思えない成熟と、謙虚さ、細やかな感受性を持って、 この勝利について語ったとハブを称える記事を書いた。また同席していたニューヨークタイムズの記者ジェレロングマンは金メダルの獲得こそがハブが前進するための出発点となるだろうと結ぶ記事で勝利を称えた。世界選手権初優勝2014年世界選手権2014年3月埼玉市で開催された世界選手権では ショートの4回転トーループで転倒し3位と出遅れた。しかしフリーで国際スケート連盟主催の大会で自身初の4回転サル、高ジャンプを成功させる。その後の3回転フリップでエッジエラー判定を受けた以外はほぼパーフェクトな演技で総合首位に立つ。総合二位の町田樹を合計得点点三三点の僅差でかわし逆転優勝を果たした。 日本男子シングル種目では、2010年世界選手権の高橋大輔以来、4年ぶり2人目の世界チャンピオンとなる。さらに、GP ファイナル、冬季オリンピック、世界選手権の3大会を制したのは、2001から2002年シーズンのアレクセイ・ヤグディン以来、男女シングルを通じて、史上2人目の快挙となった。 グランプリファイナル2連覇2014年グランプリファイナル優勝2連覇オリンピックチャンピオンとして臨んだ2014から2015シーズンだが度重なるアクシデントの影響により当初挑戦する予定だったプログラムの難度の変更を余儀なくされた初戦となる予定だったフィンランディアハイは腰痛のために欠場2014年11月 初戦となった上海開催の中国杯ではショートプログラムで2位スタート。フリースケーティング前の6分間練習で中国の円環と衝突事故が起きた。日本スケート連盟は国際試合に医師を帯同させていなかったため現場では米国の医師に応急処置を受け頭部と顎にテーピングと包帯を施したままの状態で演技に臨んだ。 流血事故をしての出場は、当初脳震との可能性が疑われたため、危険だったのではないか、とメディアの賛否が分かれる事態に発展したが、脳震とは起こしていないと、現場の医師の診断を受けており、最後までプログラムを滑り切り銀メダルを獲得した。GPF に連覇、バラード第1番と単調この演技終了後に顎を7針、頭を3針縫い、表彰式と、 エキシビションには出演せず翌日に帰国。精密検査の結果、頭部座層、化学座層、腹部座層、左大腿座層、右足関節年座で、全治2から3週間と診断を受けた。実践の NHK 杯は開催直前まで、出場のお否が検討されていたが、最終的には出場し、総合順位は4位となる。この結果、 ISU グランプリシリーズポイントランキング6位となり、最下位でグランプリファイナルへと進出した。一番滑走で臨むことになったショートで、シーズンベストを記録し首位に立ち、フリーでは2種類の4回転を成功させ自己ベストを更新。日本男子発となる大会に連覇を達成し、自己を乗り越えての勝利を、存分に体を使える幸せを感じた。 今、スケートができることが一番の幸せと語った。世界選手権銀メダルシーズンベストを叩き出した2015年世界選手権続く2014年12月、全日本選手権では3連覇を達成したものの、グランプリシリーズ時から断続的に続いていた原板の、精密検査のため、エキシビションを欠場して、緊急入院。尿膜肝遺症との診断結果により、 翌12月30日に手術を受けた。3連覇を達成した直後に NHK 杯で見えた壁を越えて見えたものはと問われ、壁です。壁の先には壁しかないのかな、と。人間というのはそういうものだと思うし、課題ができたら人間は欲深いものだから、それを越えようとします。多分、僕は人一倍欲張りなんだと思うのと同時に、 それを達成するためにサポートしてくれる環境がある。幸せ者だなと思いますと答えた。手術後は2週間の入院及び1ヶ月の安静治療が必要とされたが、退院後に練習を再開。しかし手術で腹部を4センチほど切り、腹筋の感覚に違和感が生じたことが一因で、練習時に右足首を捻挫。再び2週間の休養を要し、 3月開催の世界選手権への出場は直前まで危ぶまれた。しかし3月上旬から出場する以降での国内調整を進め、全日本選手権以来の復帰戦に挑むこととなった。GPF2 連覇 EX The Final Time ラー a v e 2015年3月、上述の衝突事故が起きた上海の会場で開催された世界選手権では、 ショートプログラムで4回転が乱れたものの、今季自己ベストをマークして首位に立った。術後の回復をアピールしたかに見えたが、フリーの4回転をどちらも失敗。その後は落ち着いて、ジャンプを決め巻き返したものの、パーソナルベストには、ほど遠いスコアに止まった。結果は、同門のハビエル・フェルナンデスに2.82点を呼ばず、銀メダルとなり、 日本人選手初となる世界選手権連覇は、ならなかった。連覇を逃した心境を、悔しさが9割だが、また追いかけることができる立場になった。悔しさをバネに進んでいけると語り、復帰戦を終えた。念座のほか手術跡が炎症を起こすなどのコンディション不全から、続く4月開催の国別対抗戦への出場の、可否は、世界選手権後に協議されたが、 自信発となる出場が決定。ショートプログラムで96.27点と、今季自己ベストを更新して首位に立ち、翌、フリープログラムも、冒頭の4回転サルコーを決めたほか、ミスを最小限にとどめ首位に立った。フリーの演技後に、表情で、ありがとうと感謝の言葉を述べ、今季最後の試合を終えた。日本は、銅メダルを獲得。エキシビジョンでは、 パリの散歩道を同期唯一のノーミスで披露し、参考扱いながらも4回転ループプラス3回転アクセルのシークエンスジャンプを成功させた。来期に向けては、また一つ一つ課題をクリアしていきたいと展望を語り、シーズンを締めくくった。世界記録更新と GP ファイナル3連覇2015年、GP ファイナルでは世界記録を再び塗り替え、 男子史上初の3連覇を達成した。映画、音明誌のサウンドトラックを用いた新たなフリースケーティングを生命と自ら命名。安倍の生命のカリギヌをイメージした衣装で、シェイリーイン・ボーン振付による和の表現に挑んだ。初戦のオータムクラシックで優勝。続く、スケートカナダのショートプログラムでは演技後半のジャンプが、 ルール上カウントされず0点となり73.25点の6位発進と出遅れたがフリーで自身初となる4回転3本を着氷させて巻き返し2位となる。2015年 GPF3 連覇世界記録更新 SP110.95 点史上初110点を超えた続く NHK 杯では 挑戦という意味を込めたとして、ショートに4回転サルコーと4回転トーループマイナス、3回転コンビネーションの4回転2本を組み込む、自身最高難度の構成に急遽変更。ノーミスの演技で、ソチオリンピックで自身が記録した101.45点の世界、最高得点を更新する106.33点をマークした。 絶対王者になると言い聞かせることで自分にプレッシャーをかけたとして臨んだ。翌日のフリーでは演技後半の4回転から3回転コンビネーションを含む計3本の4回転のほかすべてのジャンプを成功。技術点は出来栄評価で23.08点もの加点を獲得し演技点の音楽の解釈の項目は ジャッジ9人中6人が10点満点をつける9.89点という圧倒的な演技で安倍の生命を演じきり史上初の200点台となる216.07点を記録した。トータルスコアでも史上初の300点台となる322.40点を記録しパトリックちゃんが保持していた295.27点の 世界歴代最高得点を大幅に塗り替える前人未到のスコアで優勝を果たした。この大会でハブはショート、フリー、トータルの全スコアで世界記録を更新。ISU ジャッジングシステムにおいて史上初めてショートプログラムで100点、フリースケーティングで200点、トータルスコアで300点超えを達成した男子選手となった。 さらに2週間後のバルセロナで開催されたグランプリファイナルのショートプログラムにおいて NHK 杯を超える演技を披露。4回転サルコーと4回転トーループマイナス3回転トーループの連続ジャンプは9人中8人のジャッジが声加点で満点の3点をつけ PCS は満点の50点に肉迫する49.14点をマーク。 110.95点を叩き出し、わずか2週間で、再び世界記録を塗り替えた。2015年、GPFWR 合計、330.43、点1日置いたフリーでもノーミスの演技を披露。4回転サルコー、4回転トーループともに、5位満点を獲得し、技術点は120.92点に到達。 構成点では9名のジャッジが10点満点をつけた、項目が23にも及び NHK 杯を超える219.48点を記録。トータルで330.43点というスコアを叩き出し、再び全ての世界記録を更新した。プログラム構成上の上限の点数に対する得点が、ショートが2.70、フリーが6.31とごくわずかの演技で、 男子選手として ISU グランプリファイナル史上初となる3連覇を成し遂げた。歴史的な記録更新に会場のインタビューで自身の演技を見た子供へのコメントを求められ、どうかスケートを、練習を、夢を諦めないでと語った。2015年 GP ファイナル SPFS3 連覇続く全日本選手権ではさらなる記録更新に期待がかけられたが、 フリーの演技後半の2度のジャンプの転倒が響き183.73点、トータルは286.36点にとどまった。2位の宇野昌磨に20点近い大差をつけ、男子史上29年ぶりとなる大会4連覇を果たしたものの、ひどい演技。自分の中では勝ったとは思っていないと、悔しさをあらわに、2015年を締めくくる試合を終えた。 世界選手権銀メダル2016年3月にボストンで開催された世界選手権ではショートでは自己ベストに肉迫する110.56点を記録1日明けて臨んだフリーではさらに完成度を高めるためとして後半の4回転トーループを4回転サルコーに変更しかしここで転倒するなどジャンプの制裁を欠いた演技で自己ベストには ほど遠い184.61点にとどまった。トータルスコアは295.17点という結果となり、ショートのリードで逃げ切ることはできず、前回大会と同じく同門のハビエル・フェルナンデスに逆転され、2年連続の銀メダルとなった。期待されながらも、王者奪還を逃した敗因を、いい演技をしたい、と欲張った結果が裏目に出た空回りであり、 自分の過ちと分析。演技後は、ここで、金メダルを取れないようでは、自分はまだまだと述べ去年と同様に悔いの残る、世界選手権を終えた。大会終了後、左足甲の人体損傷の治療のため、帰国はせず、練習拠点のトロントに戻ると発表を。後日正式に、左足リスフラン関節人体損傷により、 全治2ヶ月との診断を受け、アイスショーへの出演をすべて取りやめ、治療と、リハビリに専念することとなった。世界初の4回転ループ成功と GP ファイナル4、連覇2016年、GPFSB 更新周発進怪我のリハビリを経て、新たなプログラムに、観客とのコネクトをテーマに、プリンスの、レッツゴークレイジーと、ホープレガシーと名付けた。 被災史上の楽曲を選択。4回転ループを含む、6本の4回転ジャンプを組み込む、高難度プログラムに挑む。初戦のオータムクラシックで、ISU 公認大会史上初となる4回転ループを2度成功させる快挙で優勝。しかし、全然体が動かなかった特徴するほど、全体的には制裁を欠いた演技で、自己ベストから70点近く。 低い260.57点にとどまった。不本意な結果に、次の試合では、ノーミスで、そのくらい練習していきます。そうじゃないと、羽乳譲るじゃないですと雪辱を誓った。しかしグランプリシリーズ初戦となる、続く、スケートカナダのショートで、慎重になりすぎたと4回転を失敗し、4位発進と、出遅れる。フリーは1位で追い上げるも、トータルスコアで、 パトリックちゃんにわずかに届かず、同大会2年連続で2位となった。ショートので遅れが響き今回も263.06点というスコアにとどまったが、初戦の体力切れを改善し、演技後半のジャンプを安定して決めることができたことから、悔しさ9割、達成感1割と総括した。続くグランプリシリーズ2戦目の NHK 杯では、 ショートボートの4回転ループの着氷のみ乱れたが、演技後半のトリプルアクセルが、5へ満点評価を受けるなど、圧倒的な演技で103.89点をマークし、首位に立つ。フリーでは4回転、サルコー3回転トーループのコンビネーションの4、回転サルコーで点灯があったものの、4回転ループ、4回転サルコー、4回転トーループと3本の4回転ジャンプを、 成功させる安定した演技で197.58点をマーク。今季世界最高得点となる総合301.47点で優勝し、グランプリファイナルへの進出を決めた。今回もノーミスの演技は達成できなかったことから、ショートフリーともに演技後に、もうちょっとと、指で、自身の演技の完成度を悔しがる仕草を何度も見せて、いたが、フリーについては、 冷静に考えたら、全然もうちょっとじゃなかった。かなり頑張ってきますと、さらなる向上を誓い、悔しさ4割、ほっとした4割、楽しかった2割と大会を総括した。2016年 GP ファイナル4連覇達成12月8日より、マルセイユで、開催のグランプリファイナルに、史上初となる4連覇をかけて出場。 ショートボートの4回転ループの着氷をなんとかこらえ、すべてのジャンプを成功。スピン、ステップのすべてで最高評価のレベル4を獲得した。ステップは、ジャッジ9人中8人が、5へ満点のプラス3をつけ、上限となる2.1点の加点を得るという、圧倒的な演技で、シーズンベストを更新する106.53点をマーク。首位発進でんだフリーだったが、 冒頭の4回転ループと4回転サルコーは成功するも演技後半の4回転サルコーで転倒するなどミスが相次ぎ失速。得点を伸ばすことができずフリーは全体3位となる187.37点にとどまった。しかしながらショートでの大幅なリードに助けられ2位まで追い上げた。 ネイサンチェンに10点以上差をつける合計293.90点で大会を制し男女を通じてグランプリファイナル史上初となる4連覇を達成したまた大会4度の優勝は男子ではハブが憧れるエフゲニー・プルシェンコと並ぶ記録となるこの結果を喜ぶ一方ノーミスの演技を達成できなかった悔いの残るシーズン前半戦をめちゃくちゃ悔しい 反省点だらけと総括。シーズン後半に向け、改めて4回転ジャンプ4本を組み込む、フリー構成の完成を目指す。2016年 GP ファイナルフリー、223.20点、史上初220点を超えた次戦は5連覇をかけた、全日本選手権となる予定だったが、帰国後にインフルエンザを発症し、陰闘炎を、併発する。 大会前日の段階でも発熱が続いており、さらに一週間の安静化量が必要と診断されたことから正式に全日本選手権欠場を発表した。不在に終わった全日本だが、上述のグランプリファイナル優勝及び過去に出場した世界選手権における実績などから先行基準を満たしており、2017年にヘルシンキで開催される。 世界選手権の代表に選出された。世界選手権2度目の優勝2度目の優勝を果たした、羽生譲る2017年世界選手権フリーは、世界最高得点2017年2月、復帰戦となる4大陸選手権に出場。ショートは、冒頭4回転ループをほぼ完璧に決めるも、続く連続ジャンプの4回転サルコーが2回転となる、ミス。 トリプルアクセルで満点の加点を得たものの、97.04点の3位発進と、出遅れた。逆転をかけたフリーは演技後半の4回転サルコープラス3回転トーループが2回転プラス1回転になって、しまったが、終盤のコンビネーションを急遽4回転、トーループプラス2回転トーループに変更するなど、圧巻のリカバリーを見せ、自信初となる4本の4回転に成功。 今季最高得点となる206.67点を叩き出しフリー1位となったが合計303.71点はショート1位のネイサン・チェンにわずかに届かず2位に終わった今回も4大陸選手権の優勝はならず同大会で獲得した銀メダルは3個目となったが優勝したかったが今までで一番楽しかった銀メダルとし 自分の限界に挑戦している感覚が非常に好き。この時代に生まれてよかったと、ライバルとハイレベルな戦いに挑む喜びを述べた。2017年世界選手権、SP、レッツゴークレイジー3月に、ヘルシンキで開催された、世界選手権に出場。ショートでは、冒頭の4回転ループを自身最高となる2.43点の、加点を得る出来栄えで完璧に決めるも、 続く連続ジャンプの4回転、サルコーの着氷が乱れ、左膝をつくミス。その体勢から急遽両手を上げての2回転トーループをつけたが、これはコンビネーションとは認定されず大幅に得点を失う。さらに、名前を呼ばれてから30秒以内に、スタート位置につけず、スタート遅れの規定違反により1点の減点を受け、98.39点という、 厳しい得点になる。109.05点で自己ベストを更新した首位のハビエル・フェルナンデスとは10.66点差の5位発進と大幅に出遅れる。しかし最終グループ一番滑走で臨んだフリーでは、鬼門となっていた演技後半の4回転サルコープラス3回転トーループの連続ジャンプを今季初めて完璧に成功。4回転4本に加え、 全てのジャンプを加点付きで成功させるという圧巻のノーミス演技を成し遂げ、自身が持つ世界最高得点を更新する223.20点を叩き出した。トータルスコアはシーズンベストとなる321.59点で4位までが300点を超える空前の激戦を制し、史上初となるショート5位からの逆転優勝を飾った。 2017年世界選手権優勝フリー223.20点、史上初220点を超える世界選手権の優勝は2度目となり3年ぶりに世界王者の座を奪還した世界記録を塗り替えての劇的な逆転優勝をニューヨークタイムズは目もくらむような幻惑的なフリースケートの見出しで称えスペインのエルパイス氏はキングが 王座に帰還したと報じた。フリーでの世界記録更新については、一番とらわれていたのは、過去の自分の数字。0.1点でもいいから超えてくれと恐れながら、やっていたが殻を破れたと、限界を設けず練習を続けたことへの収穫を述べた。2017年世界選手権優勝大鳥を飾る、エキシビジョンシーズン最終戦として4月下旬に、 世界国別対抗戦に出場。ノーミスを目標に掲げていたショートで4回転が決まらず、83.51点の7位に沈んだ。9位から、こんなに悔しいならもう1回飛べばいいと、4回転ジャンプを5本組み込む構成でフリーに臨んだ。5本のうち前半の4回転サルコーが1回転となるミスが出るも、演技後半で史上初となる3本の4。 回転ジャンプを成功させに100.49点をマークし1位に躍り出る。日本はポイント合計で総合1位となり3大会ぶりに優勝を飾った。ハイレベルな試合が続いたゴリンプレシーズンをだからこそ練習が楽しいしモチベーションも高くなる。今スケートが楽しいですと総括し自分がしたいスケートをしっかりやってまた一歩ずつ進んでいければと。 来季への展望を述べた。四回転ルッツ成功と、右足関節外側人体損傷ショートに、バラード第一番と端調フリーは2015から2016シーズン時点で、五輪シーズンで使うと決めていたという、生命と自身が世界最高得点を更新したプログラムの再演を選択。フリーは四回転五本を組み込むなど、構成の難度をさらに上げ、 オリンピックシーズンに臨む。9月にモントリオールで開催されたオータムクラシックに出場。右膝に痛みがあり4回転ループは回避したが、ショート冒頭の4回転サルコー及び後半のトリプルアクセルで5へ満点の評価を獲得するなど、技術点合計が歴代最高の64.17点に到達するノーミスの完璧な演技を披露。 自身が2015年より保持している最高得点を塗り替える112.72点の世界新を記録し、首位発信となった。しかし、翌フリーは得意のトリプルアクセルで転倒するなど、制裁を欠いた演技で失速。自己ベストから実に67点ものマイナスとなる155.52点にとどまり、合計で、ハビエル・フェルナンデスに逆転され2位となった。 この落差の激しさは、集中力の弱さにあり、永遠の課題としつつも、初戦で2位に終わった、悔しさを、大きな収穫と受け止めた。10月にグランプリシリーズ初戦のロステレコム杯に、出場。ショートは、ジャンプのミスが響き2位発進。フリーでは、自身初挑戦となる4回転ルッツを成功させ195.92点の1位まで、追い上げるも、 合計290.77点は、ネイサンチェーンに3点届かず2位と、6年連続で、グランプリシリーズ初戦の優勝を逃した。実戦は11月の NHK 杯を予定していたが、9日の大阪市中央体育館での公式練習にて4、回転ルッツで転倒した際に負傷。翌日午後に日本スケート連盟が、右足関節外側人体損傷との診断結果を、 発表し、正式に欠場が決まった。この時点で、グランプリファイナル出場を逃すこととなり、史上初となる5連覇の可能性は消滅した。トロントに戻り、12月の全日本選手権への出場を目指して、治療に専念したが、骨と腱にも炎症があるなど回復が遅れ、練習を再開することができず断念。18日に日本スケート連盟が正式に欠場を、 発表した。引き続き、リハビリを優先し、全日本選手権終了時点の段階で、ジャンプ抜きの表情練習を再開した状態にあると、発表。逆算して回復が間に合う見込みであること、現世界ランキング1位であり、規定に沿って、正式に、ピョンチャンオリンピック代表に選出された。ピョンチャンオリンピック金。 メダル2018年ピョンチャンオリンピック66年ぶり五輪に連覇冬季オリンピック史上通算1000個目の金メダル1月の4大陸選手権も回復優先のため回避し2月9日に開幕したピョンチャンオリンピック団体戦への出場も完全回復にあと1週間必要とのブライアン・オーサーの判断により回避11日に現地入り後は慎重に調整 まだ、日本勢が、金メダルを獲得していない話を記者に向けられると、誰が取ろうが、僕も取りますと断言。約4ヶ月ぶりとなる復帰戦として、男子シングル66年ぶりの五輪連覇がかかる、個人戦に臨む。ピョンチャンオリンピック、バラード第1番と単調1位2018年2月16日、高陵アイスアリーナで、ショートプログラムに出場。 4回転ループは回避するも、演技後半のトリプルアクセルは、審査員全員から、声満点の評価を得るなど全てのジャンプを完璧に決め、ブランクの不安を払拭する圧巻の演技を披露した。自己ベストに肉迫する111.68点をマークし、首位発進となる。ピョンチャンオリンピック、生命合計1位金、メダル、痛み止めなしでは3回転ジャンプすら飛べなかったという。 状態の悪さから、翌17日に行われたフリーのジャンプ構成は、試合当日の朝に決断したという。冒頭の4回転サルコー、続く4回転トーループで、5位満点を獲得する完璧な滑り出しで序盤のジャンプはすべて成功。長いブランクからスタミナが懸念された、演技後半も、4回転サルコー3回転トーループの連続ジャンプを成功。 しかし続く4回転トーループでミスが出たためその後のトリプルアクセルを2連続からトリプルアクセルマイナスシングルループトリプルサルコーに切り替えリカバリーした最後の3回転ルッツも体勢を崩しながらも着氷でこらえた2018年ピョンチャンオリンピック66年ぶり五輪連覇冬季五輪個人種目での日本人の2連覇は 史上初大きなミスは一つにとどめ、フリーでは演技構成点トップ、技術点との合計206.17点は、自己ベストには及ばないものの、ショートプログラムとの合計317.85点と2位以下を10点以上、離し、ソチオリンピックに続きに大会連続で、金メダルを獲得。男子では1948年、 サンモリッツオリンピックと1952年オスロオリンピックを制したアメリカのディック・バトン以来66年ぶりとなる連覇を達成した。これを受け、バトンは自身のツイッター上でブラボーと称賛し、ハブを祝福した。日本人として史上初の大鳥を飾った2018年ピョンチャンオリンピックエキシビション2018年ピョンチャンオリンピック。 フラワーセレモニー同門のハビエル・フェルナンデス。冬季オリンピックの個人種目で日本人が連覇を果たしたのは史上初である。また、冬季五輪ではチャールズ・ジュートローが1924年に第一号獲得者となって以降通算1000個目の金メダルとなった。25日のエキシビションでは乗ってステラータで大取りを務めた。 男子シングルの金メダリストがオリンピックのエキシビションで大鳥を飾るのは2006年鳥のオリンピック金メダルのプルシェンコ以来であり日本人メダリストが最終演技者を務めたのは史上初となる被災地の復興の願いを込めた演技で大役を果たし平昌オリンピックを終えたこの試合は勝たないと意味がないと思っていたとの覚悟に勝った異業だが 連覇に至るまでの4年間は、怪我や病気に苦しんだ。しかし、もし何もなくうまくいっていたら、多分金メダルを取れていなかったとし様々なアクシデントから学んだ経験を活かせた結果と、総括した。会見では、痛み止めの服用なしではジャンプを飛べる状態にはなく、治療期間が必要と明かしたが、日本に帰国後の3月7日に、 右足関節外側人体損傷、飛骨筋腱損傷との診断結果を日本スケート連盟を通じて発表。約2週間の安静と3ヶ月間のリハビリ治療を要する診断を受け、2連覇がかかっていた世界選手権の出場を断念し、シーズンを終えることとなった。3月2日、菅義偉内閣官房長官が、 国民栄誉賞授与の検討を安倍晋三内閣総理大臣から指示されたと発表。国民栄誉賞国民栄誉賞の表彰を受ける羽生譲る今後は復帰を目指し治療に専念するとして4月13日に開幕する自身初プロデュースの外戦アイスショーコンティニューズ・ウィズ・ウィングスでも遠くのみで滑る予定はないと発表。しかし公演初日に 安静期間を無事に終えて3月下旬から氷上練習を再開した旨を報告。ジャンプは飛ばないものの、サプライズで45日ぶりに氷上での演技を披露した。4月22日に地元の宮城県仙台市でオリンピック連覇を祝う外戦祝賀パレードが開催され、前回を上回る約10万8000人の約10分の1に相当の観衆から祝福を受けた。 今後は4回転アクセルへの挑戦を目標に掲げるも次の北京五輪を目指すかとの質問への明言は避けた。来期はなるべく多くの試合に出たいとしている。なお欠場と危険が続いたことから逸話以外の主要なポイントを獲得できず、2013年より保持し続けた世界ランキング1位の座から約4年半ぶりに陥落することとなった。 シーズン終了時点で3位となる。仙台伝統の木織物、仙台平の袴姿で、受賞6月1日に国民栄誉賞の授与が発表。仙台伝統の木織物、仙台平の袴姿で、授与式に臨み、7月2日に首相官邸にて、安倍晋三より表彰状と盾を授与された。歴代27例のうち、冬季五輪の金メダリストは、 史上初、また23歳6ヶ月25日での受賞は、個人最年少となる。受賞者に与えられる、規定の記念品は、皆様を代表しての受賞という気持ちが大きく、僕個人の気持ちはあまり出したくないというハブの意向で、事態となった。受賞後は、ここまで切り開いてくださった方々がたくさんいる中で、代表として僕がいただいたと感謝を述べた後、この賞と、 皆様の期待とともに、これからも進んでいきたいと語った。2018年 GPS、ヘルシン気象と世界最高得点五輪連覇を成し遂げたことで重圧から解放され、今後は自分のために滑りたいと、新たなショートプログラムに、ジョニー・ウィアーの秋に寄せてを、フリーはエフゲニー・プルシェンコのニジンスキーに捧ぐをアレンジした曲を用い、プログラム名をオリジンと名付けた。 自らの競技人生が終盤に差し掛かっている実感があるとし、幼少期に憧れたプログラムの曲を採用することで、自分の起源を感じながら滑りたいと、原点回帰を新たな目標に挙げた。2018年 GPS、ヘルシンキフリー世界最高得点9月に、ぴょんちゃん五輪以来の復帰戦となる、オータムクラシックに出場。 ショートはジャンプをすべて決め首位発進するも、スピンが条件を満たせず0点になるミスがあり、よくフリーでも、点灯と連続ジャンプにならないミスが重なり165.91点に、とどまった。合計でリードを守り優勝したものの、悔しい結果で逆に、自分の心の灯火に、焚き火が入れられた状態とし、実戦までに、最短で強くなりたいと、悔しさをあらわにした。 2018年 GPS ヘルシンキ SP 世界最高得点11月にグランプリシリーズ初戦となるフィンランド杯に出場。やっぱり試合で勝たなきゃ意味がないと要素を後半に入れ難度を上げたプログラム構成に変更。4回転サルコーで4.30点の加点を獲得するなどルール改正後の世界最高得点となる106.69点をマークし、 ショートを首位発進、エッジ系のジャンプが入らないリンクに苦戦するも、スピードを落とすことで慎重に飛んだと対応力を見せ、フリーでは、世界初となる4回転トーループマイナス3回転アクセルの連続ジャンプを着氷させ190.43点をマーク。合計297.12点と、ショートフリートータルスコアのすべてで今季、世界最高得点を獲得し優勝。 シニアデビュー以来の肝となっていた GP シリーズの初戦を初めて制した。2018年 GPS ヘルシンキ優勝 EX 春よ、恋11月16日より、モスクワで開催されたロシア杯に出場。ショートでは、冒頭の4回転サルコーで4.30点の加点を得たほか、4回転から3回転トーループの着氷の つまりを答えるなど高い修正力を発揮。演技点は5項目すべて9点台半ば以上が並び、この構成では実質ほぼマックスの得点だと思うと自己分析する圧巻のノーミス演技でフィンランド杯でマークした最高得点を更新する110.53点を叩き出し首位発進。しかしフリーが行われる17日午前の公式練習で、 4回転ループの着氷に失敗し転倒。2017年11月の人体損傷以降、わずかな衝撃でも捻挫を起こすようになった右足首を、再び負傷し、医師より3週間の安静が必要との診断を受けた。今滑ると状態が悪化するため危険を進められたが、過料期間を計算すると、年末の全日本選手権の出場も危ぶまれる、ことから、何をしたくて、 何を削るかを考えた上で、今日しかないかなと思いましたと、自身のスケート人生のルーツと位置づけるロシアでの、試合への出場を決断。右足に負担をかけない演技構成に急遽変更し、痛み止めを服用した上で演技に臨んだ。4回転ジャンプ3本を確実に決めたが、後半の3回転アクセルで転倒するなど、終盤のジャンプミスが響き167.89点に、 とどまった。しかし、合計278.42点となり、自身初となるシリーズに連勝で、グランプリファイナル進出を決めた。ファイナルを含む ISU グランプリシリーズ通算10勝は、日本人男子最多記録となる。松葉杖姿で、ロシア杯表彰式に臨む羽生譲る試合後の、ミックスゾーンで、タチアナタラソワに、 よく頑張ったとねぎらわれたが、素晴らしかったと言ってもらえる演技をしなくてはいけなかった、と涙を拭い演技内容を食いた。18日の表彰式には、松葉杖をついて参加し、ファイナルに向け全力で治療すると意欲を示していたが、11月29日に、日本スケート連盟が、都内病院での検査結果を発表。右足関節外側靭帯損傷。 三角人体損傷、右飛骨筋腱部損傷の診断により、3週間の安静と1ヶ月のリハビリを要することから欠場が決まった。過量が続いており、12月13日に全日本選手権の欠場も発表された。全日本は3年連続の欠場となったが、震災点方式のプラス5、マイナス5超え、システムにおいても、 ショートフリートータルすべてで今期の最高得点記録を保持しており、現世界ランク3位であることから先行基準を満たしており、順当に世界選手権代表に選出された。4ヶ月ぶりの復帰戦となった世界選手権では、世界選手権に向けた今のコンディションとしては100%だと思っていると3度目の優勝に向けて好調ぶりをアピールした。 ショートでは、冒頭の4回転サルコーが2回転になり0点。その後、トリプルアクセルは3.43点の加点を獲得。4回転トーループマイナス3回転トーループも決め、ステップとスピンもレベル4を獲得したが、3位発進となる94.87点と、トップのネイサンチェーンと12.53点も離される、厳しい結果となった。 2018年 GPS、ヘルシンキエキシビジョン逆転を狙ったフリーでは、今季は2度目の成功となる4回転ループを決め、3.45点の加点を獲得。4回転トーループは、加点3.8点を、4回転トーループ、マイナストリプルアクセルも決め3.12点の加点を獲得。ステップは、レベル3となり、合計206.10をマークした。 震災点方式で初めてフリーで200点を超えた最初の選手となった。トータルでは最高得点記録となる300.97点を獲得し、震災点方式で300点を超えた最初の選手となり、パーソナルベストを更新。しかし、その直後に滑走したネイサン・チェンが高難度ジャンプを組み込んだ圧巻の演技を披露し、合計323.42点と、 世界最高得点を更新し優勝した。日本代表選手で唯一のメダル獲得者となったハブは銀メダルとなり、来季の世界選手権3枠獲得を自ら死守した。今後は右足首の怪我と付き合いながら4回転フリップ、4回転ルッツを取り戻し、新たに夢として掲げている4回転アクセルを練習する予定とのこと。 試合後、痛み止めを2ヶ月使用し、練習と試合に臨んだことを明かした。国別対抗戦は、右足首の過量のため無念の欠場となった。3月29日日本スケート連盟は、ハブは2から3ヶ月の過量が必要と診断名を発表した。2019GP ファイナルフリー。 オリジン9月今季初戦となる、オータムクラシックに出場。作機と同様の楽曲を使用すると発表。SP では、冒頭の4回転サルコーを点灯したが、その後のトリプルアクセル、4回転マイナス3回転の連続トーループを決め、SP98.38 点と、首位発進となった。FS は、冒頭の4回転ループ。 4回転サルコーは体勢を崩しながら、なんとかこらえ、ジャンプ以外のステップやスピンで得点を稼ぐ安定した、滑りを見せスピー1位のハブが、総合力の高さで FS でも180.67点で1位となり、合計279.05点で、今季初戦を制した。今は、4回転アクセルのためにスケートをやり、そのために生きてるなと思いますと試合後に語り、 北京オリンピック出場についても言及した。10月グランプリシリーズ初戦となるスケートカナダに出場。SP はトリプルアクセルで5へ満点評価を得ると2位の選手を25点引き離し自身の世界記録に迫る今季世界最高得点の109.60点で首位発進。FS は 世界初の3連続ジャンプ4回転トーループプラス1回転オイラープラス3回転フリップを決め、声で4.07点の評価となると、4本の4回転ジャンプを決め、完成度の高いほぼパーフェクトの圧巻の演技を披露し212.99点、2位の選手に59.82点の大差をつけて、トータルスコア322.59点をマーク。 本季世界最高得点を獲得し初優勝を飾った。試合後、前人未到のクワッドアクセル投入に改めて意欲を示し、より高いものを目指していきたいと、悪なき探求心を語った。11月グランプリシリーズ2戦目となる NHK 杯に出場。SP は、ノーミスの圧巻の演技で自身が持つ、 世界最高記録に迫る109.34点を叩き出し首位発進。FS は冒頭の4回転ループで着氷をこらえたが、前半の4回転ジャンプはすべて成功。後半は連続ジャンプでのミスを、冷静に構成を組み替えるリカバリーを見せ、195.71点をマーク、合計305.05点を獲得し、2位に55.03点の、 大差をつけ3年ぶり4度目の優勝を飾り12月に開催されるグランプリファイナル進出も決めた試合後ファイナルへ向けてやはり結果が本当に大切記憶より記録しっかり結果を取っていきたい気持ちが強くあると語った2019年 GP ファイナル準優勝12月グランプリファイナルに出場 アクシデントで、帯同予定のコーチが不在となり、FS2 回目の公式練習からコーチが寄り添う、形になった。コーチ不在で臨んだ SP は4回転トーループの、着氷が乱れ連続ジャンプにできず、97.43点で2位、発進。1位のネイサン・チェンに12.95点差をつけられ、優勝は、絶望的となった。 FS は4回転ループに成功し、4回転ルッツでは3.94の加点につながり、4回転4種5本をすべて着氷する意地を見せたが、最後に予定していた3回転アクセルマイナス3、回転アクセルのジャンプシークエンスが1、回転アクセル単発になってしまう失敗が響き194.00点、合計291.43点で2。 一方、チェンは5本の4回転ジャンプをすべて着氷するなど、ノーミスの演技を見せ、世界最高得点となる、合計335.30点を叩き出し3連覇となった。試合後、敗れたもののルッツ、ループを含む4回転4種5本を降りたこの構成に、手応えを感じていると語り、楽しむしかないですよね。こんな、自分の旧ジャッジの頃の、 救済点まで抜かれてめちゃめちゃ悔しい。今に見とけと思ってと笑いながら、リベンジへの強い思いを語った。なお、この大会の FS1 回目の公式練習において、公の場で初めて4回転半ジャンプに挑戦した。12月全日本選手権に4年ぶりに出場。SP は、トリプルアクセルと連続ジャンプの順番を変え、 トーループの4回転マイナス3回転を先に決める構成に変更まとまった圧巻の演技を披露し110.72点を獲得非公認ながら自身が記録した世界最高の110.53点を超え首位発進 FS はトリプルアクセルで点灯する等172.05点にとどまり合計282.77点で2位となった 調整がうまくいかなかった。体がどんどん、日に日に劣化していく感じだった。正直言って、僕の実力と技術が足りなかったと試合後に語り、一緒にまた引っ張っていけたら、頑張ろうね、おめでとうと優勝した、宇野昌磨を称えた。今大会を含め5週で3試合という大変、過酷な日程であった。今後は4大陸選手権への出場が発表され、 来年3月に、モントリオールで開催される2020年世界、フィギュアスケート選手権の代表に選出された。男子史上初のスーパースラム達成2020年4、大陸選手権、SP 世界最高得点を、更新男子初スーパースラム達成2月4、大陸選手権に4年ぶりに出場。楽曲を変更し、SP は、バラード第1番、FS は、 生命に戻すことを発表。FS の生命は、ぴょんちゃん五輪後のルール改正により30秒、短縮されて4分となり、凝縮4分番入、生命を演じる。変更理由については、プルシェンことウィアーの背中という理想が高いゆえに、自分の演技として完成できないと思い、より自分らしくいられる、以前の楽曲を戻したと明かした。SP は、 トリプルアクセルと連続ジャンプの順番を変え、4回転トーループマイナス3回転トーループを先に、決める構成に変更。4回転サルコーで4.43点の高い加点を、L など演技をまとめ、111.82点と、世界最高得点を更新。FS では4回転トーループで点灯するなどミスが、 あり187.60点となるも、合計299.42点で、初優勝となった。これにより、オリンピック、世界選手権、4大陸選手権、グランプリファイナル、世界ジュニア選手権、ジュニアグランプリファイナルの主要国際大会6巻、達成したことになり、男子シングル史上初のスーパースラムを達成した。2020年4大陸選手権優勝なお、 ジュニアグランプリファイナル開催前のアレクセイ・ヤグディン、エフゲニー・プルシェンコが互換。女子シングルでは、キムヨナ、アリーナ・ザギトワが達成している。3月開催予定の世界選手権は、COVID-19 の感染拡大を受け、カナダ・ケベック州政府により11日、世界選手権を中止すると発表した。また、国際スケート連盟は、オンライン理事会で協議した結果大会開催を、 断念して中止とすることを決定した ISU スケーティングアワード最優秀選手賞受賞7月国際スケート連盟は新規創設により ISU スケーティングアワードを開催受賞式はオンラインで開催されハブは最優秀選手賞に輝いた初代 MVS イコールモーストバリュアブルスケーター受賞者となったハブは 皆さんのおかげで、こうやって、スケートができていること、自分が追い求めるスケートができることが、本当に幸せです。いつも応援ありがとうございます。これからも、一生懸命、自分の理想のスケートを追い求めて頑張っていきます。どうか、応援よろしくお願いしますと感謝の言葉を述べた。8月、本スケート連盟より、8月28日付で、 ISU グランプリシリーズ欠場が発表された。9月は瀬田大学を卒業した。8月に 3D モーションキャプチャーによるジャンプを研究テーマにした卒業論文の完成を明かしていた。12月全日本選手権、葛藤の末出場を決意、コロナ禍による影響を受け拠点のカナダに渡れず、単独の国内での練習を余儀なくされた、厳しい練習環境の中、 SP フリーともに新プログラムを作り上げ、態度コーチ不在で挑む、約10ヶ月ぶりの実戦復帰となった。SP はすべてのジャンプを成功、一つのスピンが無得点になるも103.53点で、首位となった。FS は、天と地と鮮やかに麻薬感のノーミスの演技を披露し、国際スケート連盟ながら、 自己ベスト212.99点を上回る215.83点を叩き出し合計319.36点をマーク。冒頭の4回転ループを含む4回転ジャンプはすべて加点3.60点以上を獲得し演技構成点は各項目で10点満点をつけるジャッジが続出し5年ぶり通算5回目の優勝を飾った。今大会は 来年3月の世界選手権代表選考会を兼ねており優勝者のハブは代表に決まった。3月ストックホルムで開催された世界選手権に出場ナインティ1 9の影響によりバブル方式が採用された。SP ではミスのない圧巻の演技で106.98点をマークし首位発進となった。FS は冒頭の回転ループで手をつき 4回転サルコーもバランスを崩した。後半には4回転トーループを含む3連続ジャンプを決めて、意地を見せ FS は188.20点。合計289.18点で3位。上位2人の合計順位は、13位以内で22年北京オリンピックへの出場3枠は確保された。オンラインで取材に応じ、海外メディアが報じた。 体調不良に対して、全速の発作自体は、フリーの後に感じたかなと思うと答えている。大目標は、早く4回転半の練習をして、誰よりも早く4回転半を公式で綺麗に決める、人間になりたいですと、クワッドアクセルへの意欲を語った。4月世界国別対抗戦に出場。コロナ禍での出場について、ここに演技を残したい。 誰かの何かしらの希望だったり、何か心が動く瞬間だったり、誰かの光になれるようにと思いを語った。世界選手権から帰国後、2週間の隔離期間を終えて14日の公式練習に参加、翌日の15日から男子 SP と大変な日程での出場となった。SP は冒頭のジャンプから会場の視線を釘付けにし、4回転サルコーは、 出来栄えで4.46点もの加点。続く4回転、3回転の連続トーループも美しい軌道を描いて、得点を伸ばし、前半2つのジャンプだけで30点以上をマーク。3回転アクセルはバランスは崩しながらも、今季自己最高の107.12点で2位発進。FS は、戦国武将、上杉謙信を演じ、天と地と、 の演技で193.76点の2位となり、チームに最大限に貢献した。日本はポイント合計で総合3位。フリー後に4回転半が揃った完成された演技を目指して頑張っていきたいと来季への意気込みを口にした。翌日エキシビショに用の練習で4回転半に果敢に挑んだ。成功には至らなかったが、 周囲の注目を一心に集め、温かい拍手に包まれた。6月グランプリシリーズは、第4戦 NHK 杯と第6戦ロシア杯にエントリー。11月4日、出場予定の NHK 杯の欠場が、本人コメントとともに日本スケート連盟より発表された。診断名は、右足関節人体損傷。 11月17日、26日開幕のロシア杯を、右足関節人体損傷の回復が遅れているため、欠場することが、スケート連盟を通じて発表された。マークがついている大会は、ISU 公認の国際大会。2020年主要国際大会完全制覇、男子初スーパースラム達成、2019から20、シーズン終了時までに、 世界記録を通算19回更新している。2012年から2017年までの間に12回世界記録を更新している。この世界最高得点はルール改正により、スコアがリセットされた2018から2019シーズンより、世界歴代最高得点の歴史的記録として保存されているプラス3、マイナス3超えシステムによる、 最高得点の歴史的記録として保存されることとなったハブのショートプログラムバラード第1番と単調。ありがとうございます。